今日で10日目今日で10日目よ10日目今日で10日目ですかね12日です。まだ来てない。毎日見たらいいのに。いや、なんかもっと毎日見たらいいのに。毎日見たらいいのに。まだ来てない。最初にすごいです最初に。
どんどんなんかこう、こうやって疲れてくるんだな。バランスのいい右ストレート打てるようになってきて、全然かっこいい、綺麗な右ストレートが打てる。それは僕はプロの先生なんです。ちょっと菊池先生、言ってみてくださいよ。爆弾ばかりなんですから。ちょっと、京平塾の先生に言うてって言うと、みんな笑ってた。ただやっぱりちょっとだんだんちょっと元に戻ってきた。いや、そうですよね。じゃあ、ワンツー。ワンツーもそう。ダブルもダブル持ってて。あ、いいっすね。ダブルいいっすね。縦に。取れて縦。もう最初、縦で当てちゃうぐらいでいい。縦でない。縦。縦で横。巻いてもらってしっかりフォローしていきますので、
甲子園になりますと買うのが、買い方が確か1400円とか、しっかりバッテリージだと、バケルソース、しっかりしたバッテリージだと、1200円とか。あ、なるほど。え、家に入るか、昔の話でいいか。はい、今日はいい。はい、分かりました。17番だった。はい、縄跳びいきます。はい、なんかそうですね、これでも大丈夫、長さが違うんで、なんかありそうなやつで、なんか一番苦手なの、なんか一番苦手なの、なんか大丈夫そうですね。はい、もう無理です。キャッシーや大丈夫ですか。どこ行くんですか。それはいいことなんですよ、時間早いというのは。充実してるんですよ。あの、このサンパのグラウンドから飛んでもらって、で、カードだったら一回インターボが入る。はい。で、その時休憩します。Okay. なるほど。はい、このカード。そうそう。え、これ上当たりそうな声。もうちょっと前に出てもらって。上は当てちゃダメですもん。当たんないもん。僕も背低いんで当たんないですよ。背低いからサンパ当てるじゃないですよ。あ、大丈夫そうですか。大丈夫。ギリ、これ。そうですね。大丈夫そうか。大丈夫そう。今インターバル。これが3分だ。これ、今インターバルで、これ30秒ですか。30秒。僕の試合は1分あるんですけど、練習なんて30秒。30秒。はい。で、もう一回なったら3分始まる。普通に飛んでないんですか。あ、そうですか、ね、リズム感を鍛えるこんにちは。あ、こんにちは。こっちの方が早いね、今